前回はぷいぷいモルカーやりましたけど、最高に楽しかった、うん、最高に楽しかったんだけど最高に楽しかった。その時にちょっと話が出た、うん、あの私とジョルちゃんがよくやってた、うんうんうん、デッドバイデイライト。なんでそんなになんかジャーって声で言うのでもね、ジャーってやつなんだよね。そうなの、そうなの。ちょっとホラーゲームなんだけど。そうなの。でも久々って言ってたよね。めっちゃ久しぶりなのよ。いやでも半年以上はやってない。確かに1年近いよ。も一緒にプライベートでやったんだけど、うん、そうなの。たまに私もやってて、最近やれてなくってさ、なんかいろいろちょっとバタバタしてて、うん、全然でもやってる時もひよっちの名前がね上がってこない。あのフレンド結構やってたんだ。そうだよ。あ、そっか、友達だと名前出てくるの。そう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 、プライベートオンラインポインって出るので、今日もひよっち、今日もいないって。今日もいない、いつもいない。でも私も今日久々で、うん、でもなんかその間になんかパークって言ってね、なんか技、スキルみたいのがあるんだけど、うん、能力みたいな、うんね、それのアップデートがあったりとか。あ、そうなんだ。そうだからね、ちょっとね、浦島太郎状態。やばいな、今日やばいな、うん、でしかも、うん、かやのみ全くやったことない上に、うん、絶対触れたことないジャンルだと思うから。そうだね。そう、なんかメイク中にちょっと不穏な音が聞こえてくるのは気になってたよ。ぐちゃぐちゃ、そうそう、ぐちゃぐちゃみたいな鳥の声みたいな声とかすごい聞こえてて、ちょっとまあまずは見させてもらうわ。そして、そうしよう、そうしよう、見てみて。結構激しめだから、かやのみはもしもう見れないって思ったらもう出ていい。今日も帰っていい。画面別のカメラで追っててもらう。じゃあまずはちょっとね、そう、どういう、あ、でもどういうゲームなのか。あ、そうなんですよ。まず、うん、5人、もともとは、逃げる人4人で1チーム、うんうん、であともう一つ、もう一人殺人鬼って呼ばれる人がいて、5人、計5人でプレイするゲームなんですよ、うんうん、まあ私たち多分今度多分逃げる組でやるんだけど、そうだね、まあ、敵って呼ばれるのがまあ殺人鬼で、まあ、殺人鬼はこの4人を全員なんかこう、なんなんつうの、フックにかけると釣ってくのよ。釣ってくんだけど、洗濯物みたいなこと。まあまあ近い近い釣り針みたいな感じ。釣り針、人をかけるんでしょ。洗濯物洗濯物だよね。そしたら殺人鬼が勝っちゃう、勝ちなんだけど。殺人鬼だもんね。そうだよ。4人はその殺人鬼から逃げながら発電機を修理して直していって、でなんか扉ゲートがあるんだけど、発電機を直すとゲートが開くから、バーって開いて、そこからみんな逃げたら勝ち。面白そう。で、よかった、今のところ。意外とそう、今のところ意外とチーム戦に見えるんだけど、意外と個人プレイもあって。そうなんだ。あの生贄じゃないけど、見捨てて逃げたりする時もある、ね、あ、じゃあ結構その人の欲深さとか裏の顔が見えたりするってこと。出る、ね、いや出るよ、出る、ね、人間性出る。殺人鬼の人はあれなの、その PC というかそのウェブ上の人が動くの。これね、どこかの誰か。オンラインゲームで世界中の人とつながってるから、日本の人もいるかもしれないし、海外のやってる人たちがリアルタイムで今つながってる可能性がある。だから今この収録するときに、そう、この時間からゲームやってる人がいるって。すごいね。確かに見てる人と出会ってる可能性もあるから。そうだね。すごくない？そう、そう、世界の誰かに釣られるの、私たちは。これから。いや、釣られるって逃げる、逃げるんでしょ？逃げるんだよね。3回チャンスあるから。私ね、スイッチ版でずっとやってたんだけど、コントローラーが今回これなんですよ。私 ね、このコントローラーでやったことないのよ。私はね、プレイステーション版でやってたから。プレステ版の方がいいよ。これでスイッチでのデッドバの操作も全くわからないのと、あとこれ結構音が重要なゲームで、うん、殺人鬼の心音とかね、足音とかを聞いて、聞こえるんだ、来てるってなるんだけど、うんうん、なんと今このモニターが 3つ並んでいてイヤホンすらない状態だから、結構ハードモード。そういうことね。本気の人たちヘッドホンとかつけても、なんか足音とか息遣いとかも聞いてるから。 それがヒントになるんだ。そう、そうなの。でもひとまずなんかノーパークらしいんで、結構やってる人はね、やってみましょう。声優プレイ。よし、じゃあ準備完了します。ちょっと待って、私これさ、いいんだけど、あ、待って、パーク見てからの方がいいか。あとちょっとこの洋服見てからでしょ。
このこんな赤着てたらもう見つけてくださいねって言ってるようなもんだもんね。あ、でもパークあるっちゃあるけど、いやいやいや、やり遂げ ね、 ね、これでできないんだ。私もちょっと厳いわこれそんなにやっぱ違うんだ。違うね、ちょっと悪い。ボタンが違いすぎて、ちょっとパークつけましょう。あ、人が変わる、変われるの？変われる。へぇー、ね、パーク1個しか作れないよ。あ、本当だ。どうする？パークっていうのは何なの？能力。これがなんか能力、なんかまあ、なんて言うんだろう、必殺技みたいな。必殺技ではないんだよな。このね、パークによっていろいろ効果があって、私が今つけたのは、うん、自分で自分を回復できる。待って待って、セルフケアないと厳いもんね。セルフケア来るかな。でもさっき結構早めに来たね。結構早かった、この時間、うん、結構いるん ね。あと3人来ればいいってこと？そう、そうね、あと仲間が2人来た。来た、結構めっちゃ早い。みんな何してんの今日？なんかねめっちゃ遊んどるやんけ。でもなんか不思議で、うん、日中とか夕方の方があのマッチしやすい。夜だと怖いんじゃない？いや夜ね、みんな ね、 なんかね、夜ほんとマッチしないよね。しない、なぜか。しない。あ、来た来た。あら、デイビッド、早くん。やばい、私ボタン操作がもう分かんないよ。私もやばい、慣れたやつじゃないもんね。うん、てか初めて触ったこのスイッチ版の、緊張するわ。私も。え、これどこ始まるの？始まるよ。始まるの？もっと始まるよ。もっと前出たい。いいよ、前出てもいいよ。あのカメラから見切れなければもうガチで。出会うまでどの殺人鬼が来るか分かんない、我々も。そうだね、そりゃドキドキだね。もう暗い始まった、始まった。これだからラグガールの厳いだね。私の真っ黒なんだけどどうするの？ね、見て見て、これ全然、これ見て、確かにひなちゃんの画面真っ黒だ。どうすればいいのこれ？ちょっと設定、やばいやばい、怖い怖い。え、あ、やばい、もう溜まってんじゃん。なに？あ、ね、全然、誰か誰か、え、ひよちゃんどうすんのそれ？もうもうやるしかない。え、ひよちゃん真っ暗すぎてやめない無理。今ミュウミュウさんがやられてる。本当だ。ミュウミュウさん、ミュウミュウさんは釣られるの？無理だわこの。待って待って、反応悪すぎでしょこれ。ひよちゃんも何してんの今？今ね、この発電機を直すんだよ。そっかそっか。知れない。すごい暗い中、なんじゃろ、何してんの？違う、暗くて見えないの。乗り越えろ R。え、ねえ、 A ボタンだよね。いや、わかんない。発電機のやつって A ボタンだよね。なんじゃろ、聞いてる？あ？ひよちゃんがなんか質問してる。わかんない。発電機のやつ A ボタンかって言ってる。あ、L だわ、 L L ボタンだわこれ。了解。ヒーヒー、え、あ、ね、やばないこれ。すごい、発電機結構いろんなとこにあるのね。そう、発電機があのフィールドの中にいっぱいあって、5個だっけ。あ、5個だ。一緒に直してくれんだ。そう、一緒に直してね、戦うから。何も見られへん、何も見られへん。設定で明るさいけるかも。変えられる？おし、スキルチェックできない。変えられる？なんかすごい設定が明るさ変える。そう、ここはね、和風のステージなの。そうなんだ。え、あ、ちょっとこれ2人でやった方が早いとかあるか？そう。ねえ、ちょっと待って、スキルチェックってこれな、どれだっけ？ね、スキルチェックさ、カーンって言ってから出てくるまでラグがありすぎて。この誰かわからないけれど、できないんだけど。ナンジョルを手伝ってくれてありがとう。あ、うん、もうね、私見えない。やば、見えない、何も見えないって。発電機を直すゲームなんだね。え、なんかひよちゃんのやつになんか剣持ってる人映ってない？そうだよ、今殺人鬼にね、切られたよ。ちょっと私、ちょっと暗すぎて。やば、落ちた。どうなのそれは？誰も助けてくれない、ね、あ、助けてよ。あ、誰か助けた。ナンジョルは誰か助けた。でも、ね、真っ暗で何も見えないんだよ。やば、ここにいるわ。じゃあ、セルフケアしとくか。なんか声聞こえる。え、でもジョルちゃんのやつめっちゃ綺麗に映ってない？うわー、うわー、ひよちゃんどれなのかな。ね、私さ、もうわかんないよ。あ、これひよちゃん？違うな、違う人だな、多分。どこ？
いいお客さんがいるぞ。いいお客さん。でも今ここレンタルスタジオだからすごい。ごめんなさい。近所の方大丈夫ですか。よし。ね、あのさ、人が引っかかってるのはあれ何？ん？人がそこにいますよっていう意味。そう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 。あ、私やられた？うん、今ねもがいてなくて死んじゃった。これはね、死んじゃうとかあるの？そうなの。今だからさ、捕まってたことすらも分かんなかったけど。え、座れるだけじゃないんだ。言ってんな。あ、なんかすごい音怖くなってきた。こんなんです。いやーいやー見えない。なにこれ、なにこれ。見えない。これ見えないってすごい。あ、いいよ、乗り越えてくれたよ、この若めのシェイプさんが。怖っ。まだなんかいるんだけど。捕まえないでよ。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。乗り越えちゃうんだ。乗り越えちゃうみたい。乗り越えちゃうんだ、捕まおうとすると。あ、ダメだ。え、持っていかれる。あ、え、もがくが古いタイプだ。え、何しようん、釣られちゃうと。え洗濯物じゃないわ、これ。そう、え、これ死んだの？まだ、まだ生きてる。肩がちょっと痛い。これ3回釣られると何って終わり。肩が早くない？3回釣られると終わりなんだ。早くない？すごい。でもありがとう、ナンジョルを助けてくれて。もうなんか、ありがとう、ありがとう。あ、すごい。え、何、助けてくれるの、この人。直してくれてる。え、今マジシャン、ま、なんか魔術的なもので直してんの、これ。違うの、さすあれで背中をさすってるの。やばい、さすってんだ。え、でも待って。近所の人は…やられるの早くない？もう…いやーなんでこんな…いやーいいいい反応だ。いい反応くれて。なになになに、これなに。今ね、今抑え込んでるから。これがね、エンティティ様って言ってね、この私を取り込もうとして、ね、そう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 。で、それに助けてくれるとこうやって出る。この人いつも助けてくれる。ラスイッチ、ありがとう、うん、助けてくれて。見えねえのよ。なんかもうやだ。ありがとう。本当めっちゃ優しいじゃん、デイビッド。ありがとう。大丈夫か、大丈夫か。さてさ、肩重みしましょうか。肩重みしましょうね、大変だねって。めっちゃ初心者って思われてるだろうね。デイビッドにはこいつらって言われるだろうね。なんかちょっと飲みすぎて吐いてるみたいな絵面にも見える。ミュウミュウが、ミュウミュウが、ミュウミュウ、ちょっと熱い。ミュウミュウが何もしてないのに。ミュウミュウラストだった。そうなんだよ。あと1個なのに発電機来てる。あれ、これ何、行き止まりじゃん。来てる、怖い。来てるね。あー、うん、激切れです。ピー、この音はどういう音なの。近くにいる。近づいてるとドキドキってするの。いたね今。でもこうやって意外とその殺人鬼さんって視界が狭いから、こうやって物陰に隠れたらこうやってると気づかずに行っちゃう場合があるの。そうなんだ。そう、発電機直すの失敗したりすると、うん、通知がいっちゃう、殺人鬼さんに。そこにいますよっていう。そう、発電機が、あ、失敗したなこいつっていうので来ちゃったりする。失敗すれば、なんで失敗するの。あの、スキルチェックっていうのがあって、うん、直してるとさ、あ、じゃあ、またやってきたの。うわー、近い。もう絶対もついてる、うん、爆笑もおかしいよね。なんか、かやのみのあれだね。そうだ、かやのみのリアクションを見て。ほら、ゲーム見てくれて。涙出てきた。デイビッドさん逃げてくれ。私たち目が見えないんだ。
怖い、誰かティッシュください。泣いちゃった。泣いちゃった。もうやめた。泣いちゃった。泣いちゃった。泣いちゃったよ。これでプラス1になる。なんでなんじゃろうって思ったら悲しくなっちゃった。あーすごい、こんなゲームで号泣するなんて想定外なんだけど。かやのみのリアクションを見る。まさかデッドバイデイライトをやっていて泣いてくれるとは思わない。すごい、もう来た来た。黒デッド祭りやん。黒ちゃんパーティー。みんな洋服違う。あ、2人一緒だね。黒パー、黒ちゃんパーティー。すごい、黒パーやん。黒パーの、ね、スタバの店員さんみたいな。そうだね、エプロンの人もいる。世界のどこかでね、2人とチームになってくれてる。ちょっと黒きついけど、ありがとう。頑張るよ。みんな集合してる。みんな同じところに。なんか雪、雪だ。さっきとちょっと雰囲気違う、ね、結構ガツ、ガキが、あれガクガクしてる。いや、絶対来るって、絶対来るって。どっちの音かわからん。確かに。私今ロッカーの中隠れてるよ。あ、はいはい、あ、なに。あ、これか、後ろに。やばいやばい、声を可愛くないでしょ、あの大きくしないで。そうだね、斧振り上げてるよ。わ、画面大きいのちょっと怖いな。わ、もうこのクロちゃんは一体誰の、誰なんだっていう。そうだね、どのクロちゃんなんだ。そうだね、みんな同じだもんね。あ、ジョルちゃんだ。あ、なになに、びっくりしたよ。びっくりした。ごめんごめんごめん、直したんだよね。そう、ごめんね。もうさっきで慣れたと思ったけど、まだ全然慣れてない。そうだよ、まだね。音も大事なゲームだそうです。ドッドッドッとかね、心臓の音、要注意ですよ。でもね、あのハントレスちゃん、ウサミミちゃんは、うん、近づいてくると歌声が聞こえてくるの。へえ。そんなメルヘンチックな感じなのに。そうなの、吊るすんでしょ。来てるね、だからね。来てるね。来てる、来てる。あ、逃げたよ、逃げたよ。ひよちゃん逃げたんじゃない。あ、来てる。え、ジョル見つかった？見つかってないよ。あ、ひよちゃんもすごい隠れてる、ちゃんと。どっちの歌声か分かんないけど。分からん。でも確かに不穏な声聞こえる。絶対私の方だよ。ひよちゃん気をつけて。絶対私の方聞こえるね。じゃあ絶対そうだと思う。やだ。いや。聞いた？なんかずっと声聞こえるよ。そうだね、近くにいるってことで。え、どっちの歌声なのこれ。カラスもやだ。そう、カラスでもね、マジは。いえ、ナンジョルはもうすごい、なんか進んでる。怖っ。全然発電機回らないね。あ、でも歌が消えてない。遠ざかるとね。発電機の音には慣れた。スキルチェックめちゃめちゃ下手なんだよね。ラグいと思う。大丈夫だ。なんかステージが変わるんだね、こうやって。そうなの。どっちの歌やろ。分からん。私の方っぽいな。私の方聞こえてるな。もうなんかずっと歌聞こえてるね。やだね。いるんか。いる。多分ジョルちゃんの方にいるっぽいな。何、ジョルの方隠れてる。あ、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 全然動けないよ。直しきる勇気。直しきってくれ。直しきる勇気。なんじゃろ、負傷してる？してる。すごい、ひよちゃんずっと同じとこにいない？あ、直してんの今。ナイス。すごい、直しきったんだ。ふぅ。完全に負傷してるよね。してる。してるってすごい楽しそうに言ってるけど。でも何やってんのこれ。これね、お腹さすさす。お腹さすると何が起きるの？自分を直してるの。お
お腹さすさす。それかセルフケアか。そう。楽しそうだな。画面と声が全然合ってないんだよ。わあ。来てるかなこれ。ひよちゃんの方で声が聞こえる？すごい苦しそうな声しない？うーってずっと言ってる。もしかしてキャンパー？マジで？キャンパーか？上？上？キャンパー？そう、あ、全然違うとこ行ってる私。何？わ、キャンプしてるよ。ジョルちゃんキャンプしてる。キャンプ？そう、こうやってね。どうしよう。ねえな。ジョルちゃん勇気あるの。交換してあげよう。なんかいないそこに。交換交換。ナイス。もう二画面見る余裕がないよ。え、何がどうなってる。あ、ちょっとなんか勝手に何で倒せないの。待って待って、ひーちゃんいつの間にやられてたの。いや、あのね、助けに行ったからね、変わったのよ。え、もうなんかフェイストゥフェイスキャンプやん。あ、ね、なんで倒してんの、もうやめて。フェイストゥフェイスやん、まあ、これでも直した方がいいね。そうだ、直してた方がいいわ。こいつやる気、毒気ねえぞ。なんで2人ともこんな冷静なの。怖いんだけど、逆に怖いんだけど。あの直した方がいいよ。あのウサギ何やってんの今。これね、助けに来るから、助けに来たやつを皆殺しにしようとしてる。そういうことか。危ねえ、よそ見しちゃった。っ、横に画面あることなんてないから。あ、今チャンスだ。あいつ斧使い切ったぞ。誰か助けて。私が行った方が良さそう。戻ってきちゃった。いや、キャンプ良くないよ。キャンプ直した方がいいよ。直しちゃいいよ、うん、キャンプって何、キャンプして。あれね、ゲージって出なくなったの最近。ゲージ？あ、やばい、ね、そうだそうだ、そうだそうだ、しよ、いや、もうフェイス2フェイス。いや、ね、すごい性格悪くない。ずっと待ってめっちゃ性格悪いよ。あ、しましまった。よそ、誰やっちゃったじゃん。誰なの。え、あ、来てくれた。誰、ね、ジョルちゃん来たの。そうだよ、ジョルちゃん。ちょっとラグイ。二人ともやられちゃったってこと。ラグイ。誰か来てあげて。あー、誰か。いや、これでももう見殺しにした方がいいんですよ、これは。バカ野郎、見殺しにしろ、バカ野郎。ぜひ関係者の方よろしくお願いします。コラボさせてください。いや、いいわ。デッドバイン久々にやるとやっぱ楽しいね。あ、今2人で協力プレイしてる。めちゃめちゃ楽しいね。マス1すごい。これみんな生き残ってんの今。今んとこね。いや、マジさっきのナイスプレイだった。マジでね、いいよ。うわ、これは、あ、なんか人が来たよ。どれ？おっしゃ、ノーアームかな。もうね、カクカクしちゃうんだけど。ごめんね、動けないのよ。本当だ。カクカク。あっち
口開けた方がいいね、近いから。キャンプしてっかな。ドチャキャンやん、なんかルルルル言ってない?いやあの人死んじゃうな、どうしよう、死んじゃう、死んじゃうけど生きたいけど、ああですよね、なに、あ、なに、なんかいる、耐えて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 、あーくそデモンのコップしてなくなったか、みんな大好きっていう話は聞いてたけれどこのゲーム大好き、本当やばい、あんまり言わない方がいいよね確かにそう、女子が言うとちょっと語弊あるよね、どういうゲームなんですかみたいなねありがとう、でも教えてくれて、いえ、かやのみの世界から180度違うとこにいるゲームやったね、ホラーとかスプラッタ系でちょっとねやっぱ苦手なのよ、うん、あのフェアーってすぐ行っちゃうから、でもこれはねやってるとだんだん慣れてきちゃって笑っちゃうよね、笑っちゃう、うん、つられるとギャラギャラギャラみたいな、そう、新鮮なさ、かやのみがキャーって言うたびにさクスクスクスってなるとさ、なんか私たちがおかしいみたいな、サイコみたいな、異常だったよねうちらね、うん、じゃあまた、また次はまたまったり、今度はまったりそうだね、お話ししましょう、ますので、はい、またね、さよなら、不穏な曲ずっと流れてんだよなこれチャンネル登録よろしくお願いします。